こんにちは。今回は生涯を通じて徳川家康に仕え、徳川幕府の250年にわたる根幹を築いた戦国武将本多忠勝について、数々の逸話とともに彼の生涯に迫っていきます。1548年、天文17年、本多忠勝は三河国の片郡倉の前、現在の愛知県岡崎市西倉前町で、松平家の不代家本多忠勝の長男として生まれました。しかし彼の父である本多忠勝は1549年、安城合戦で幼い忠勝を残して戦死してしまいます。その後、忠勝は母と共に叔父である本多忠真に引き取られ育てられました。1560年、永禄3年、忠勝はわずか12歳で桶狭間の戦いの前哨戦である大高城兵糧入れに参加し、初陣を経験します。しかし、この初陣では敵将に撃たれる寸前まで追い詰められたが、幸運にも叔父の本多忠真によって救われることとなりました。その後、初陣から2年が経った1562年、永禄5年の豊金城攻めでも同様でした。この時、叔父の忠真が敵を槍で刺し、忠勝を呼んで敵の首を譲ろうとします。ですが忠勝は、他人の力で上げた首がどうして私の武功になりましょうかと断って、敵陣の中に突っ込み、見事敵将の首を上げて帰ってきました。これが忠勝の首取り始めでした。これが後の最強と称される猛将本多忠勝の最初の一歩となりました。1560年、永禄3年の桶狭間の戦いで今川義元が討たれた後、徳川家康は奪われていた徳川本家の本拠地である岡崎城を巧妙な策略を用いて奪還しました。しかし今川氏に仕えていた徳川家の立場は不安定となり、1562年、永禄5年、徳川家康は織田信長と清洲城で会見し、同盟を結びました。その後、本多忠勝は徳川家康と共に様々な戦場で軍功を挙げました。彼は上の郷城攻めや牛久城攻めなど、三河地方を転戦し、武勇を示しました。1563年、永禄6年に起きた三河一向一揆では、一向宗であった本多忠勝の親族である本多家の大半が一揆側につきました。しかし、本多忠勝は浄土真宗から浄土宗に改宗し、徳川家康側につきます。この三河一向一揆での活躍は、徳川家康にその勇ましさは抜きん出ていると称賛されました。親族をも敵に回すこの出来事は、本多忠勝の家康への忠誠心のほどがわかります。この後、徳川家康は今川家からの独立を果たし、三河国を統一しようとし、1566年、永禄9年には三備えの軍政を導入しました。この軍政において、家臣団を家康旗本衆、東三河衆、西三河衆の3つに分け、その中で本多忠勝はわずか19歳で、徳川家康直属の親衛隊である家康旗本衆に選ばれました。1570年、元亀元年、織田、徳川連合軍は姉川の戦いで浅井長政と朝倉義景率いる浅井、朝倉連合軍と激突しました。織田、徳川連合軍は動員数では優位でしたが、浅井、朝倉連合軍の戦術に苦しむこととなり、本陣付近まで押し迫られました。絶望的な状況に直面した織田、徳川連合軍でしたが、ここで本多忠勝が驚くべき行動に出ました。彼は短期で朝倉軍の正面から突入しました。この行動に触発され、徳川軍の他の武将たちも立ち上がり、特に徳川四天王の一人である榊原康政を含む者たちが側面から突撃を仕掛け、朝倉軍の陣形を崩すことに成功しました。この勇敢な突入と奮戦により、浅井、朝倉連合軍は崩壊し、織田、徳川連合軍は逆転勝利を収めました。この戦で本多忠勝が示した勇敢な行動は戦局を大きく変え、勝利に貢献しました。この戦で多大な貢献を果たした本多忠勝を、織田信長の地に忠勝は花もみも兼ね備えた、功のものと評価しています。このような武闘派の忠勝ですが、武勇一点張りの人物ではありませんでした。彼の冷静な判断力と情勢分析能力も際立っていました。特に、1572年、元亀3年の三方ヶ原の戦いの前哨戦で、彼はその知恵を発揮しました。この戦いでは、武田信玄率いる軍勢が徳川家康の三河、遠江を攻撃し、兵力で圧倒的に不利な状況でした。徳川軍は8000余りで、織田信長からの援軍を含めても1万戦にしか達しませんでした。対照的に、武田信玄の軍は総勢2万7000余りでした。徳川家康はこの難しい戦況で本多忠勝に戦術の相談をしました。本
女忠勝は地の利は敵にありとして退却を進言しました。しかし敵味方の距離が接近しすぎており、言葉だけでは味方に退却命令を伝えることが難しい状況でした。そこで本田忠勝は冷静かつ大胆な行動に出ました。馬に乗ったまま敵味方の間に乗り入れ、馬を巧みに使いながら味方に撤退せよと命令を出し、無事に味方を退かせることに成功しました。また敵軍が追尾しようとした際には、彼は愛とトンボ切りを振るって新狩りを果たしたのです。忠勝のトンボ切りは日本三名槍の一つ、長さ2丈、約6メートルの大槍です。通常の槍は1丈半、約 4.5 メートルでしたから、かなり長かったことがわかります。忠勝はその大槍を軽々と扱ったと言われます。トンボ切りの名の由来は、戦場に飛んできていたトンボが槍先に止まろうとすると、触れただけで体が真っ二つに切れてしまったことにちなんだもの。忠勝はこのトンボ切りとともに、数々の戦を無傷で駆け抜けてきたのでした。このような冷静な指導力と武勇により、本田忠勝は家康をはじめとする味方から称賛され、敵対する武田軍からもその武勇を称えられました。小杉祖根が読んだ教科、家康に過ぎたるものが2つあり、からの頭に本田平八はその武功を称えたものであり、本田忠勝の偉業が後世に伝えられました。からの頭とは、家康が愛用していた役能の毛で飾った日本では珍しい兜のことです。本田平八は本田忠勝のこと、つまりこの教科は、その兜と忠勝は家康にはもったいないと敵将が忠勝の武功を褒めたたえたものです。その後も徳川家康は武田信玄に苦戦を強いられましたが、本田忠勝は徳川家康を守り通し、浜松城まで撤退することに成功。彼の功績を主人の徳川家康は、さすがは我松平家の領将、八幡大菩薩の再来だと絶賛しました。本田忠勝は家康の最大の危機も救いました。1582年天正10年6月、徳川家康は安土城へ招待された帰りに立ち寄った境で、織田信長が明智光秀の謀反により撃たれたことを知ります。明智光秀は同盟を組んでいる徳川家康も撃とうと三河までの街道を張っていました。この時徳川家康は兵を連れておらず、絶体絶命の窮地に立たされ、織田信長の後を追い違いしようとしたのです。しかしそのような徳川家康を本田忠勝は諌め、体制を立て直すために帰国を進言しました。徳川家康はその進言を聞いてもなお落ち着かない状態でしたが、本田忠勝は主人を励まし続け、服部半蔵の助けを借り、主従わずか30人程度で決死の伊賀越えを実行したのです。徳川家官一行は伊賀現在の三重県西部を経由して鈴鹿の山々を越え、無事に三河にたどり着きました。この時本田忠勝がいなければ、後の260年にも渡り続いた徳川幕府も誕生せず、日本の歴史も大きく変わったことでしょう。織田信長の死後、徳川家康は織田信長の息子である織田信勝に味方し、豊臣秀吉と対立。1584年天正12年に小牧長久手の戦いで衝突します。はじめは留守を預かっていた本田忠勝も、徳川軍が苦戦している情報を聞きつけると応援に駆けつける決断を下しました。本田忠勝は家臣たちに引き止められたにもかかわらず、わずか500機の部隊を率いて出陣しました。本田忠勝は圧倒的な兵力差のある豊臣秀吉の大軍に対峙し、短期で川に入り、馬を川で水を飲ませたというエピソードが伝えられています。この行動により豊臣秀吉は忠勝の強胆さと忠義を感じ、攻撃をしてはいけないと自軍に命令を下しました。結果として徳川家康は小牧長久手の戦いで豊臣秀吉に敗れましたが、本田忠勝はその戦功により豊臣秀吉から天下無双の東の大将と称賛されました。その後本田忠勝は徳川家康と共に豊臣秀吉に仕え、1586年天正14年には従え御以下の春日佐大輔に叙位、任官されました。家康の関東への国替えに伴い、本田忠勝は上総の国大滝に10万石の領地を与えられ、大滝城を本拠地としました。これが後の本田忠勝の活躍と関東地方での徳川家の基盤強化につながりました。豊臣秀吃の死から2年後、53歳になった本田忠勝は関ヶ原の戦いで東軍の最高司令官である軍官を務め、作戦指揮を担当しました。この戦いで本田忠勝は自ら手勢を率いて戦場で首級を上げる功績を挙げました。この戦功により
本多忠勝は慶長6年1601年に伊勢国桑名に10万石の領地を移封されました。徳川家康は本多忠勝に対して丘陵である大滝も与えようとしましたが、本多忠勝はこれを辞退しました。そのため大滝の5万石は本多忠勝の次男である本多忠友に与えられました。桑名に入封した本多忠勝は藩政を確立するために揖斐川沿いに桑名城の築城を始めます。桑名城には406階17重の天守と51基の炉46基の多門が立ち並び、船着き場も作られました。あまりに築城工事が大規模であったため、井伊直政といった徳川家臣が家臣を動員して工事を支援したという逸話も残っています。さらに桑名城の築城と同時に城下町と東海道宿場の整備を行い、桑名藩創設の名君と称えられ、桑名の発展に大きく貢献しました。家康への揺るぎない忠誠心を持ってぶれることなく忠義一筋に励んだ忠勝に、もし失敗があったとするならば時代の変化に対応できなかったことでしょうか。戦乱の世から太平の世への転換期において、彼の武功が求められる状況から政治的な文治派が台頭してくる状況に切り替わりました。この変化に応じて対応することができなかったようで、彼は不遇な時期を経験しました。特に本多忠勝は文治派の中でも本多正信との対立が激しく、彼のやり方に対して不満を抱いていました。正信はかつては反逆的な行動を取りながらも家康に帰参し江戸幕府の幕政を主導した人物で、その冷徹さに忠勝は反発しました。忠勝は正信に対して何度も抗議しましたが、その度に正信にやり込められてしまいました。その後忠勝は病気にかかり、1604年慶長9年頃から延期を申し出ましたが、家康に慰留されました。しかし江戸から遠ざかり、自身の所領である桑名にこもるようになりました。最終的に病気により慶長15年1610年に桑名で亡くなりました。本多忠勝は生涯で57回もの戦に赴きましたが、戦闘中にかすり傷一つを負わなかったと言われています。死の直前に一度だけ怪我をしたとされていますが、その怪我は戦闘での負傷ではなく、所持品に小刀で名前を彫刻していた時に指を切ったというものでした。この時にこれまで傷一つを負わなかった本多忠勝が死期を悟ったと言われています。武勇伝が多く伝えられる本多忠勝ですが、忠勝は武士としての最も大切なことは手柄を立てることや首を取ることではなく、どんな時も主君に忠節を尽くすことだとの信念を持ち、その忠義心が彼の生涯を通じて見られました。今回の動画はこれで終わりです。最後までご視聴くださりありがとうございました。